毎度フジモンです。今日ちょっとデリカの試乗車が入ってたので見に来ました。早速見ていきたいと思います。こちらテストドライブ、中開けてみたいと思います。こんな感じで、ビッグモニター入ってまして、結構こういうあの切り替えのスイッチとか高級感ありますよね。メッキあって、で、まあ、これグレードによるのかもしれないですけど、パドルシフトが入ってます。これ多分ナビ後付けなんかな。マイクついてるんでハンズフリーのマイク入ってます。で、パーキングも電子パーキングで、オートブレーキホールドついてますって感じですね。はい、でこんな感じカメラになっててっていう感じの、後ろは2列目3列目なんですけど、実はこれ D5、 これ顔面めっちゃ変わってるんですけど、マイナーなんですね。フルモデルチェンジじゃなくてマイナーチェンジということで、こんなでディーゼルのみなんですね。っていう感じなんですけど、まあ、特徴的なのがこのヘッドライトですね。このヘッドライトがこんな感じで、グリルもこんな感じで大きくなってます。実際まあどうなってるのかっていうのはちょっと電気つけてみないと分かんないですね。電気つけてみないと分かんない。ちょっとこれ鍵あるんで、電気スタートボタン、で電気、まずこれがスモール、スモール、ここをついてるで、ヘッドライトオン、ヘッドライトオンで、外やね、ここがつく感じですね。で、ハザード、ハザードたくと、まあ、ミラーのここと下や、下が感じですね。で、フォグをオンにすると、この下やね、こんな感じですね。はい、こんな感じの点灯になります。キーね、これキーなんかもこれ変わってないね、ほとんど前回の前方というか、まあ言ってるようにマイナーチェンジなんで、キーもほとんど変わってないですね。フロントが大きく変わったんで、フルモデルっていう形で、思われがちなんですけど、実はマイナーチェンジというデリカなんですけど、はい、まあ、このグレードは、電動シートで、シートこんな感じ、ということですね。このグレード的にはこんな感じかな。ディーゼルの G パワーパッケージ8人乗り、です。新型デリカということで、こんなホイールもね、こんな感じで、ホイールもちょっと変わってますね。はい、こんな感じで新しいデリカが入って来てたんで紹介させていただきました。
今回もご視聴ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンお待ちしてます。今回以上です。